はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ今回はね、ジマツ7の話題になります。はい、トマホーク調整前に稼ぐ100億貯めたっていうねお話になります。今回ね、このコメントをさっきいただいたんだね。今日アップデートなんだよね。で、今日17時から19時ね、このみんなが遊びたい時間帯にアップデートが始まります。で、おそらくこのトマホークが調整されるであろうってね、皆さん予測してるんだよね、これがね。で、まあ、されるかされないかわからないけれども、アップデートの予告にはシャシの調整ね、可能性もあるよみたいな、そんな予告があったんで、あ、もうこれやられるだろうなっていうね。で、前回の時になんでやらないのっていうと、これがって出たのがその直前だったんだね、ここで稼げるっていうのがね。だからそんなすぐにできるわけがないっていうね、当たり前だよねっておじいは動画で解説しました。それで、今回ね、先にトマホークで20億貯めておきましたが、20億の車に欲しいものはないので安心。で、なんで100億貯めておかないのって言ったら、タデさんやる気ないからってね。いや、やる気がないのにお金貯めておくのっていうね。で、そのトマホークが使えるうちに、いや、1分1秒でも時間があるんだったら、その17時までになんで100億貯めとかないのっていう。例えば20億で欲しい車がないと言っても、だってその20億の車が出て、もっと20億を超えるものが出てくるかもしれないし、100億の マシンだって出てくる可能性がゼロではないんだよ。そうでしょ。で、じゃあ20億貯めたところで、じゃあちょっと違うレジェンドとかが出てきたら、あ、買えないかもしれない。で、あー、もう10億やってくればよかったってなるかもしれないし、で、本当ね、どうなんか分かんないんだよ。で、マシンはいろんなものがゴロ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 出てくるのに、そのね、いや、20億貯めてたわって、そこで安心しちゃうっていうね。いや、だってお金は湯水のごとくかかるわけで、あれ一人にもこれを戻しもな、定期的に摩耗したにしても、何してもお金がかかるゲームなんで、お金は稼いでおくに越したことはないよね。なんで時間があるのに、なんでこの20日のうちに20億でやめちゃうのっていうね。で、これね、本当不思議なんだよ。で、アップデートされる前に稼げ稼げ稼げってみんなやってると思うんだけど、課金なしでの上限は100億なんだよね。で、みんな100億貯めた？貯めた？大丈夫？で、ここで100億貯めない人っていうのは、別にそこまでして車閉めたくないっていう人か、それか何なんだろうね。そんな遊ばないの？なんで、その100億貯めない人、アップデートまでに100億貯めない人ってどういう人？あんだけここが一番効率が良くてとかさ、いっぱいあるわけじゃん、ね、それで100億貯める前に辞めちゃう人ってどういう人？おじい理解できないんだよ。もうおじいが昔ね、若い頃だったら、いや、もうギリギリメンテナンス入る直前までぐる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 20日目にやって100億目指してやってると思うけど、逆算して、なあ、間に合おうかなみたいな、一日どこぐらいペースで、いや、もう寝る時間がないな、寝る時間削ってまで、この逆算でいくと、ああ、このペースでいくと大体 100億かなって、ね、上限かなってね、そこを割り切りながら寝る時間を惜しんででも20日目にやると思うけど、皆さんやらないですか、これってね。じゃあやらない人は、じゃあ後から、じゃあお金が足りないとか課金したきゃどうのこうのとか、わーしって絶対文句言わない人。だってお金がただボタンでゴロ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 入ってくるのは分かっていながらやらないっていうことでしょ。だから今後はジマツユーザーは、このお金に関しては、クレジットに関しては不服を一切申さないっていうことなのってことなのかな。違う、うん、だよね。だってさ、例えばさ、ここでね、ご自由にお持ちくださいで、で、お菓子がね、いっぱいある、ね、で、食べてもいいし、持ち帰っても自由でしょう、個数制限ありませんよっていうところでね、あ、そうなんだ、で、お店が閉店するまで、夕方5時までね、持ってき放題でしょうって言ってるのに、ね、朝9時頃来てね、あ、本当、食べ物、持って帰ってもいいの、みんなもらってもいい、みんなもらってもいいでしょうって、本当、わ、嬉しい、パク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 、あ、おいしい、お腹いっぱい、ありがとう、ゲップ、もういいや、お腹いっぱい。じゃあ、後からもうお菓子食べたくなくなる？ね、あ、あの時にお菓子いっぱいもらっていけばよかったな、またお腹すいたとかなんない。
だからみんなだから日本人って余裕だなと思うんだよね、本当ね。だからリアルの世界でも皆さんお金腐るほど余ってるから、あのジュランチの中でももう20億貯めたら、あーもうこんだけあればもういらないやっていうね、いやー余裕なんだなって思う。じゃあ皆さんどう、いや俺そんなことないよ、100億貯めたよっていうね、100億貯めたよっていう人いたらね教えてね、そういうもんだよね普通ね。100億貯めないでもういいよっていう人ってね、いや今後余裕なんだろうね。まあたくさんね楽しんでいただければなと思います、ね、でこの本当にね八カネズミやってる人って本当ね おじいの場合ってさ、ズランチはただでしょ、つまんないけども、そのどうしても皆さん矛盾してるんだよね。だって主婦なんだって言ったりとかさ、リアルカーライフなんだって言いながらさ、ぐる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 リアルカーライフで八カネズミやるわけでしょでそれを楽しいっていうかね、楽しいのかなって思うし、こう何かを言えば何かを言うで反撃を食らってきたわけじゃん。でも最近なんかあれだね、あんまり来ないね、あの変な信者がアタックしてこないね。最初のうちはなんか当たり屋がすげえ多かったけど、最近当たり屋すごいいなくなったねまあそんだけあれなのかな、おじいの言ってることにみんな気がついたのかな。人生時間がもったいない、お金も騙し取られておかしいなっていう。でトマホークでハチカネズミをぐる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 やったところで、何のためにハチカネズミをやってね、だそれが楽しいのかで、それが楽しいと思ってる人もいるから勝手じゃないかって、じゃあそれを言ってる人はそれが楽しかったのってこと。トマホークでぐる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 ハチカネズミでお金貯めるのが楽しいってやってるならそれでいいんだけども、本当にそれが楽しいんですかって、じゃあそれを山内氏がやらせたかったことなんですかってことなんだよ。そうでしょ。だからなんか目的があってやってるのは、それが楽しいって言ってる人は、じゃあ今後もじゃあトマホークでずっとぐるぐるぐる、一生ずっとぐる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 回ってればいいじゃん、それが楽しいんだから。そうでしょ。おじいのところにコメントシャンポンタが前確かいたんだけどね、トマホークで楽しいのか、ぐる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 同じコースをぐる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 ね、ずーっと足からままでぐる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 やって楽しいのってね、それを楽しいと思ってる人もいるんだから勝手だろうって言ったけど、じゃあここもずっとそれやってるよ、楽しいんだったら一生やってるよ、ぐる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 。だってお金貯まったって関係ないじゃん、だってトマホークでぐるぐる回ってるのが楽しいんでしょ、だから一生回ってるよ。何のために金稼いでんだよ、何のため、何のために金貯めてんだよ。トマホークでぐるぐる回ってるのが楽しい、それでずっとやってればいいじゃないか。おじいはカートが楽しいから今足こでカートばっか走ってるけれども、そうやって遊んでればいいじゃん、トマホークでぐる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 。ダメなの、それじゃ何のために貯めるの、マシンを買うため、なんでマシンが手に入らないのなんでマシンを買うためにそんなトマホークでぐる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 回んなきゃならないの。他のレースゲームそんなことするのそれがリアルカライフだから他とは違うんだって言いたいの。どう考えたってね、おかしいだろこれってね。本当フォルサモータースポーツ2300円で買ってインストールすればね、レジェンドカーとね、ジランチでいうレジェンドカーみたいなのがボボボボボボボっていっぱい、こんなにいっぱいくれるのってなるしね、何百円でアシェットコルサパソコンで買えばね、コースもマシンもね、ポコ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 って倒れて出入るしね、本当ね。でね、フォルサとかアシコルとかそういったゲームの方が挙動もちゃんとしてるしね、走ってるだけで楽しいしね、わけのわからない突然ね、バスが走ってる時突然こんななんだから、おおリアルだぜっつってね、喜んでる信者も多いし、楽しさを見出せないんだよ、おじいの場合は。どこに楽しさを見る、本当にね、誰か教えて、質問もないし、ね。そんなわけで皆さんは100億円食べましたかっていうね、動画でした。一人でも多くの方、ね、コメント書いてください。俺100億食べてよ、あちょっと足んなかったとかね、この20億でやめる理由がわからない。ね。
ただでさえやる気がないから、やる気がないんだったらもうやんないったっていいじゃん。他のもんやった方が、だって他のもん やる気が出た方が良くない。だってなんでそこまでしてズバッチやるのどうして本当人生もってねえなと思うんだけど、だ配信者はそれが仕事であったりとか、それをネタにすることで儲かるから、いやいややってるかもしれないけど、だってそのみんなさ、仕事ってそういうもんじゃん。この仕事が大好きでここの会社に通ってお給料もらってるぜ、イエーイっていう人ってすんごい氷山の一角もないと思うんだよ。本当みんなね、生活のため、ね、生きていくため、ね、で家族を守るため、いろんな理由があるかもしれないけどね、そのいやいやこんな仕事をやりたくないけども、いやいや働いてる人ってすごい多いと思うんだよ。できることならば、ね、こんな仕事はもうやりたくない、ね、毎日世界の旅をして美味しいものを食べて、ね、スーパーカー、うわー右曲がりがはみ出ちゃうぜって言いながらね、優雅な暮らしをしてみたいって思うでしょ、ね、そこで億万長者になっても今の仕事を続けたいっていう人ってあんまりいないと思うよ。少ないと思うよ。本当ね、そういうもんなんだよ、ね、好きでやってる人っていないんだよ。でもズランツ、ね、なんでズランツやってるの？お金になるからなんだよ。お金にならなかったらやらないよ。どんなに俺は何でもレシピが好きだでって言ってても、たくさんレシピがいっぱいある中で、でそのズランツの動画だけは再生数10人もいねえんだよなってなった場合に、じゃあその配信者はじゃあズランツの動画を作り続けるでしょうか。俺は好きだよ、俺は好きだよ、おいいよ、おで学べたからさ、似てるとこそこそこのも楽しいんだよって言いながら、誰も見てこない動画をずっと作り続けることができるだろうかね。やらないと思うよ、多分絶対に。金になるからやるかもしれないけど、みんな見てくんないんだったらやらないと思うよ。だからズランツを心から楽しいと思って遊んでる人ってあんまりいないと思うよ。悪いけど、おじいは個人的にそう思う、はい、そんなわけでね、時間ももったいないので終わりたいと思います。またね、バイバーイ。